ークアットゼットガナイトでーす。というわけで、青鬼2続きやってまいりましょう。コンテナ屋上プールですね。前回なんかでっかいやつに追われたんだっけね。すいません、今日鼻声だね。なんだ鼻声って。大丈夫だ、鼻声で私はやる。鼻にティッシュを突っ込んでやるぞ。で、前回こっち行ったんだっけね。で、ここになんか出そうだって言って青鬼使ったんだよね。よっしゃ、じゃあここで一回セーブして、ですね、しょっぱなからまたなんでしょっぱなから強制収録やっちゃったよ。で、前回ね、このひび割れたところがね出てくるだろうっていうことで、じゃあもう一度やっていきましょう。よし、うりゃ来いよ。でかい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 よ。さあ、こうやってよいしょ。入れなかった、うまくできん。カッチンカッチンってなんだ。もう一回行くぞ、もう一回行くぞ。よっしゃー、よっしゃー、よいしょよいしょ。さあ、私は逃げれる、そう、私は逃げれるのだった。なんでなんで操作ミスすんだ。もうやだー、もう一回。よし、逃げ切ったろ。このまま、このまま行って逃げ切ったろ。このまま行って。ウィカちゃんがいないからね。ちょっとミスったー。あー、違う、なんで。よっしゃー、逃げ切れたぜー。よし、逃げ切れたぜー。よし、セーブをしたところで、このガチャをやっちゃおうぜ。一回分の材料受け取るぜ。イエース。さあ、マスクガチャ、やっちゃおうぜ。とりあえず2回分できるのでね、やってみ、やろうやろう、よしやろうって思ったんですけど、多分カットしてると思うんですけど、どっちも、お下げでした。変態でした。くそ、もう、悔しい。悔しいから、もうでかいやつのままやります。あのドアが、開いてるから、向こうに行けるはず。ね。行こう。お、光ってるもの発見。なんだ。水泳バッグを手に入れた。なんか、番号が書いてある。アイテム。雨の音消えねえな。水泳バッグ。中身は空のようだ。空かぞい。なんか番号があるね。0626ってある。0626？ なんかの暗証番号かな？耳がかゆい。なんもねえのかなこれ。なんもねえな。なんか扉がある。なんだこの扉がある。なんだこれ。ドアボってなんだ。ドアノブがないのか。ドアノブないの？この0626ってなんだ？なんなんだ？その前に、前回何したっけ、覚えてないな。また覚えてないのかよっていう、ツッコミはなし。よし、青銭を取っていこう。チャリーン、20枚を手に入れた。よっしゃ、まっすぐガチャしておこうぜ。さあ、個人的にはこうやってやっていきそうですね。ちっちゃい、うわ、ちっちゃ、ちっちゃ、なんだ、ちっちゃいからこれにしよう。よし、ちっちゃいのにしようぜ。これにしようぜ。でっかいのとはもうおさらばだ。へへ。
でっかいのともうスラボだぜ。ちっちゃいの出た。イエーイ。セーブしとこう。よし。で、前回ここにバルブをつけたんだよね。どうだ？プールの水を管理する装置のようだ。お、プールの水を抜く。抜くとどうなるんだろう。よし、やってみよう。外で水の音がする。ズゴーみたいな。プールに溜まっていた水が抜けたようだ。そうか。プールの水が抜けたんだな。どうなった？ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃちっこかって。ちょっと待って。ヒロシはブルーベリー色の小人に捕まってしまった。ちっちゃいんだよ。わからんかったわ。怖さ半減だなこれ。ちっちゃすぎてわからなかった今。いや、ちっちゃすぎて分かんなかった。じゃあもう一回プールの水を抜いて、プールの水を抜いてセーブして、よし、セーブもした。よし、お、なんか光ってるの発見した。よし、なんだこれ。更衣室の鍵を手に入れた。更衣室の鍵か。どこにあるんだそれ。それどこにあるの、更衣室の鍵なんて。更衣室カメラ、いえ、この更衣室の鍵どこだろう。あ、ここだ。ここかよ、更衣室の鍵。ここかよ。ちょっとセーブしとこう。よし、セーブした。セーブしたので、んー、暗証番号か。どうすんのこれ。さっきの0626と29とかそんな感じじゃなくて、数字が違うようだ。知ってた。なんだこりゃ。-10。寒っ。めっちゃ寒いやん。何これ。ここクソ寒いじゃん。-10度。おい、この服装で大丈夫なのかよ。この部屋-10度なの。絶対寒いじゃん。絶対寒いじゃん。何-10って。空のペットボトルを手に入れた。この空のペットボトルどうすんだ。どうすんだよ。わかんない。ちょっとヒント見てみよう。温度計は零下だが、いくらなんでもここまで寒くない。どうやらこの値で固定されているようだ。まあそうなんだ。そうなんだ。そうだよね。温度計いくらなんでもここまで寒くないそうだよね。そんなバカな話はないよな。この値で固定されている。すごいね。その温度計って固定することできるんだ。へえ。だからなんだって話なんだけど、水泳バッグのこの0626なのかな、-10すればいいって言うんだけど、-10すればいいってことは0616ってことになるのか。0616、そんなはずないだろ。0616って書けばいいのかな、こことかに、ここに、0619か。違う。あー、わからない。どうしよう。どうしよう、わからないばっかりでぞ。あー、ちっちゃくて、ちっちゃすぎて、ちっちゃすぎて、ちっちゃすぎて、あ、バレたー。ちっちゃいのにバレちゃったー。ちっちゃいのにバレちゃったぜー。どうやって開けてくんの。あー、わかるか、ちっちゃいわ。ちっちゃいんだよ。わ、ちっちゃ、ちっちゃ。ロッカーは、ロッカーはそれ、これロッカーはっつったから、ロッカーはヒロシにってなっちゃうわ。ヒロシはロッカーに隠れていたのを見つかってしまったよ。あー、やばい。どうしよう、全然進んでない。うせやん。どうしよう、全然わからないぞ。どうしたらいいんだ。この空のペットボトルをどうしたらいいんじゃって話なんだけど、どうすんだろう。あ、空のペットボトルあるから、もう一回このバルブを、そう、水を入れて、水を溜めて、空のペットボトルを使って、この
ここに水を溜め込む。溜め込むことが。水入りペットボトルを手に入れた。きたね、水だな。本当に濁ってんな。なんで濁った水しか入ってねえんだよ。水を入れたからどうだって話なんだけど、まあ水を入れたペットボトルでドンキになるんだよね。これで戦えたらすごいけど、そんなものも効かないのが青鬼です。で、中入って、バルブの水を抜いて、バルブの水ってなんだ？プールの水だわ。水を抜いて、何するんだろう。水を抜い、ん？なんか四角いちっこいのがある、こんなところに。いや、さっきわかんなかった、全然。間違った。違う。いきなりチカチカなるのやめて。マイナスドライバーが必要なの？待って、私プラスドライバーしか持ってない。どうしよう、マイナスドライバーしかないぞ。使っちゃったよ。ちっちゃいからあんまり怖くねえな。ほい、へい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 。出んの？あのさ、出てくの、あのあれだよね。ていうか今ロッカー明るかったね。前回ロッカー暗くなかった？ここのロッカー。よっしゃー、隠れられたぜ。いやー、すごいですね。お、ガチャン。暗いな。このロッカー暗いな。どんどんすんな。ねえ、なんであんな真っ暗だったんだかわかんないけど、とりあえず、なんかロッカー前回暗かったよね。おかしいね、おかしいね。ねえ、ちょっと待って、バグるのやめて。ねえ、今すげえバグってんだけど、ここに今ロッカーあるのにロッカーがないことになってる。で、ここにあの青銭のボックスがあるんだけど、ボックスがなかったことになってる。入れるよね。入れるけどみたいな感じ。バグってるんですけど、どうしよう、バグってんですけど。バグったせいなのか、なんか強制終了なっちゃったね。もう全然進んでないよ、結局。もうよし、ヒント見よう。しょうがない、ヒント見よう。ロッカーの暗証番号が必要のようだ。また見つかったら戻ってこよう。ヒントじゃねえじゃんかよ。もう一個ヒント見よう。ロッカーなんとかシャワール、ロッカー、読めない感じが、漢字に弱いルミコさん。シャワールームとなると、男子か女子、どちらかのものだろう。もう片方はどこだろう。シャワールーム、もう片方はどこだろう。音が鳴らない、音が鳴らない、音が鳴らない、音が鳴らない。音が鳴らない、音が。くそ。ヒント、ドアノブは予備のパーツがあれば取り付けられるようだ。また手に入れたら戻ってこよう。だからそれが分かれば、それが分かれば、また音が消えてるし、音が消えてるし。よし、戻った。よし、調べてくよ。06ね、06216のところをもうね、この06216は純粋に0616ってやればよかったんですよ。さっき私0619とかよく分かんなくなっちゃったと思うんだけどね。0616です。じゃあ0616答えていきましょう。
0616。よし、ロッカーが開いた。中に何かある。マイナスドライバーの芯を手に入れた。やったー、やっとこれでちょっと進む、やっとこれでちょっと進むよ。で、このマイナスドライバーの芯をマイナスドライバーの芯をプラスドライバーの芯と付け替えた。マイナスドライバーを手に入れた。これで進むことができるね。プラスドライバーの芯を保管した。プラスドライバーの芯を手に入れた。よし、しばらくマイナスドライバーだな。よっしゃー、これでちょっと進む。これでちょっとやっと進むよ。いやー、なんていうかちっちゃいからすごく全然怖くないです今回。いやー、おに、いやー、もう3回目だよこれで。チビのくせに生意気なんだよクソが。え、なあ、もうビビんねえっつってんだろう。だからそのどん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 やられるのも3回目なんですけど、それやられんの。今セーブしとこう。ここでマイナスドライバーを使う。ここでマイナスドライバーを使うんだ。マイナスドライバー、おりゃ。マイナスドライバーを使って蓋を開けた。どうなったんだ。お、なんか入ってる。何も、この中に水とか入れたらどうなるんやろ。さっきの水を入れてみようぜ。ペットボトルの水をくぼみに注いだら何か動きがある。階段通路の鍵を手に入れた。どこだよ階段通路って。ペットボトル水がなくなった。空のペットボトル。よっしゃー、ちょっと進んだ。よし、ちょっとそれでこの、今日はこの鍵を使って中に入って。おー、またフィールドが増えましたね。フィールドが増えたつところで、ね、フィールドがまた広がったということで、今日はこの辺にしたいと思います。ちょっと収録長くなっちゃったというわけで、またの実況をお楽しみください。ではまた、さらばじゃー。